ですね、ちょっと難しいですよ。あの飯田さんが前に選挙に出てからですね、まあ、その上関反対者で政治でアプローチするっていうやり方を取ってたんですけれども、まあ、今回あの飯田さんも第三の道を選ばれて政治には行かないというふうに宣言されているんですが、それでもやはり、県とかと仕事をするのは非常に難しいという状況です。で県だけじゃなくてやっぱ市とか、町とかともあのなんていうんですかね、すごい金物というかちょっとあの別に個人的にお使いは皆さん町の方市の方されしていくんですけども、なかなかその表立って全然参加してくれないというところが今はあの難しいところで、これから少しずつ、自治体とのつながりというところを模索していきたいなと思っております。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。課題の方はまた後ほど議論するとしてですね、あの今それぞれの取り組みの中であの疑問点というかちょっと質問とかあれば少し受けたいなと思いますけど、豊岡さんのところに質問集中しそうですけど何かあればあの登壇者というかお話した方同士で結構ですか。はい、いかがですか。じゃあ